2014 FIFA ワールドカップ2014 FIFA ワールドカップ決勝トーナメント2014 FIFA ワールドカップ決勝決勝戦のエスタジオド・マラカナン2014 FIFA ワールドカップ決勝は2014年7月13日にブラジルリオデジャネイロ氏のエスタジオド・マラカナンで行われた第20回目の FIFA ワールドカップの決勝戦である決勝に駒を進めたのは ドイツとアルゼンチンの2チーム。ドイツは2002年日韓大会以来3大会ぶり8度目の決勝進出で通算4度目、東西統一後としては初となる優勝を目指す。アルゼンチンは1990年イタリア大会以来6大会ぶり5度目の決勝進出で3度目の優勝を狙う。これまで南北アメリカ大陸で開催された W 杯で、 ヨーロッパ各国の代表が優勝したことはなく、ドイツは、これのジンクスに挑むこととなった。ドイツとアルゼンチンの W 杯での対決はこれまで6度、ある。対戦成績は、ドイツの3勝に分けいっぱいである。西ドイツ、V アルゼンチンアルゼンチン V、西ドイツアルゼンチン V、西ドイツ西ドイツ、V アルゼンチンドイツ V アルゼンチンアルゼンチン V ドイツ。 両チームが決勝で対戦するのは1986年メキシコ大会、1990年イタリア大会と2大会連続で対戦して、以来3度目で、決勝での対戦成績は1勝1敗。どちらのチームが勝っても、この直接対決時以来の優勝となる。アルゼンチンは1986年メキシコ大会決勝での勝利以外にドイツに勝ったことがない。 決勝の舞台となるエスタジオド・マラカナンドイツはヨーロッパ予選のグループ C で W 杯11回出場のスウェーデンと同組になりながらも無敗で本大会出場を決めアルゼンチンは旧チーム層あたりの南米予選でホーム無敗で予選1位となり本大会出場を決めた本大会ではドイツはグループ G に入り初戦のポルトガル戦では 全大会得点王の FW トーマスミュラーのハットトリックで解消。2戦目のガーナ戦では一旦勝ち越しを許す。ものの途中出場の FW ミロスラフ・クローゼが、ロナウドの W 杯記録に並ぶ通算15得点目を上げて追いつき引き分けに持ち込んだ。3戦目のアメリカでも押し気味に試合を進めて1から0で勝利。3試合を終えて2勝1引き分けで。 決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント1回戦のアルジェリア戦では、前半押し込まれながらも、後半盛り返し、延長戦に持ち込んで、FW、アンドレ・シュールレと MF、メスト・エジルのゴールで下し、準々決勝では、フランスと対戦し緊迫した試合展開となったが、DF ・マッツ・フメルスが序盤に上げた1点を守り切って、勝利した。準決勝では FW、 ネイマールを準々決勝の怪我で DF チアゴシウバを累積警告による出場停止で各開催国ブラジルを相手に7-1と歴史的勝利をマーク決勝進出を果たした対するアルゼンチンはグループ F に入り初戦のボスニアヘルツェゴビナ戦に2-1で勝利し2戦目のイラン戦ではイランの堅守に苦しめられるも後半アディショナルタイムの FW リオネルメッシュの得点で辛くも勝利一戦を残して決勝トーナメント進出を決めた。グループリーグ最終戦のナイジェリア戦では打ち合いとなるも3から2で勝利し3戦全勝でのグループ1位通過を決めた。決勝トーナメント1回戦ではスイスに対して最後まで決めきれず延長戦へ。しかし延長後半アルゼンチンは FW アンヘルディマリアがゴールを上げ勝利し、準々決勝へと駒を進めた。準々決勝では、ベルギーと対戦し、前半開始早々の FW ゴンサロイグアインのゴールを守りきり1から0で勝利を収め24年ぶりとなる準決勝進出を決めた。準決勝では、直前に亡くなったアルフレッド・ディステファロを悼んで模章をつけて臨んだ。 試合は2大会連続の決勝進出を目論んだオランダを相手に延長戦を終えてスコアレスドローにもつれ込んだ。PK 戦では GK セルフィオロメロが2本の PK を止める活躍を見せアルゼンチンの決勝進出に大いに貢献した。準決勝までの6試合で17得点。 得点者が8人を数えるドイツに対して決勝トーナメント3試合を無失点で勝ち上がったアルゼンチンとの組み合わせは読売新聞が攻撃のドイツ対剣手のアルゼンチンという構図を立てた一方でロイターはドイツがアルゼンチンのような剣手のチームと対戦していない点に注目し1点を争う展開になると予想。また準決勝で前半に5点を挙げ楽な。 試合運びを行ったドイツに対し延長戦を含めた120分を戦ったアルゼンチンの方が決勝までの間隔が1日短いこともあってドイツ有利との事前の見方も少なくなかった前半終了間際ヘイベデスのシュートはポストを叩く113分ゲッチェの決勝ゴールスターティングメンバー発表時点では両チームとも準決勝と同じ顔ぶれとなっていたが ドイツの MF サミクディラが試合前の練習で、ふくらはぎを痛め、急遽、MF クリストフ・クラマーが出場することに。なお、クラマーは今大会は、決勝トーナメント2試合に途中出場したのみだった、ため、これが W 配発先発となった。試合は、事前の予想通り、ドイツがボールを多く支配する展開となったが、守備を固めるアルゼンチンの前に、 なかなか決定的なチャンスを作ることができず、逆にアルゼンチンもカウンターを仕掛けるも GK、マネル・ノヤーを中心としたドイツの守備陣に阻まれるという展開が続く。21分にはドイツの MF とニクロースがノヤーへ頭で戻したバックパスをアルゼンチンの FW、ゴンサロイグアインが奪い、キーパーと1対1の局面を作り出すが、イグアインのシュートはゴール左に外れる。 さらに30分には、アルゼンチンの FW リオネルメッシが、右サイドで、フリーの FW エセキエルラベッシュにパスし、ラベッシュが上げたクロスに、イグアインが飛び込みゴールネットを揺らすが、オフサイドの判定となった。対するドイツはクラマーが試合中の接触で頭を負傷し、31分に、FW アンドレ・シュールレとの交代を余儀なくされたという、アクシデントもあったが、 前半終了間際にビッグチャンスが訪れた。クロースの右コーナーキックに DEF、ベネディクトヘーベデスがヘディングで合わせる。しかし、シュートはポストに引かれ、ゴールとはならず、前半は両チーム無得点で終了した。後半に入り、メッシを中心に攻撃を仕掛けるアルゼンチンが徐々に攻勢を強めるが、ラストパスが噛み合わず、ゴールには繋がらなかった。 一方のドイツも終盤に盛り返すも、決定機には至らず、スコアレスのまま試合は延長戦へ。延長では両チームともに、幾度か決定機を作り出すも、両チームの GK の攻守もあり、得点には至らず。しかし迎えた延長後半8分、左サイドをドリブルで駆け上がった途中出場のドイツの FW、アンドレ・シュールでのクロスを、同じく途中出場の MF、マリオ・ゲッツェが、 胸でコントロールしそのまま、ボレーシュート。これが決まり、ドイツが待望の先制点を挙げた。終了間際にはアルゼンチンがゴール前で、FK のチャンスを得るも、メッシのキックはゴールを大きく外れた。その直後、試合終了のホイッスルが鳴り響いた。ドイツが24年ぶり、東西統一後初の優勝を飾った。時間は、ブラジル時間、チーム 1V。 チームにこの決勝戦には開催国ブラジルのジルマ、ルセフ大統領をはじめ、ドイツのヨアヒム・ガウク大統領、アンゲラ・メルケル首相、次回開催国ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が、それぞれ観戦した。ルセフ大統領はドイツへの W 杯トロフィーのプレゼンターを務めたが、場内からは W 杯開催準備に巨額の公費をつぎ込んだ、ルセフ大統領を批判するブーイングが鳴り響いた。 一方、アルゼンチンのクリスティーナ・フェルナンデス・キルチネル大統領は、体調不良によりブラジル訪問を断念した。試合前には、閉会式が行われ、シャキーラ、カルリーニョス、ブラウン、カルロス・サンタナ、ワイクリフ・ジョン、イベッチ・サンガロ、アレクサンドル・ピレスがパフォーマンスを披露した。さらに、ブラジル出身のスーパーモデルであるジゼル・ブンチェンと前、 大会優勝のスペインの元首相であるカルレスプジョルが優勝トロフィーを持って登場した。日本では NHK が放送を担当し、総合テレビで日本時間3時50分 -7-00 に中継を実施。閉会式後半の7時 -7-20 は E テレで放送を継続した。月曜日未明の試合にもかかわらず、関東地区で10.4%、18.8%、18. 26.7%の高視聴率を獲得している。この視聴率は日本が初出場した1998年、フランス大会以降の W 杯決勝戦の中では、ゴールデンタイムに放送された2002年日韓大会に次ぐ視聴率であるという。解説は岡田史と福西隆の二人。実況は内山俊志アーナアメリカでは、 ABC と ESPN が中継を担当。平均視聴率は9.7%で、これは ABC と ESPN が担当した W 杯中継としては過去3番目に高い視聴率確定値であるという。一方、スペインもテレビネットワークであるユニビジョンのスポーツチャンネルユニビジョンデポルテスでは920万人もの人が視聴したという。ありがとうございます。